あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツットンです。ということで今回は昇格争いへ殴り込め群馬対長崎マッチプレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。 いうことでさあ両者ですけどもね、なかなかにいい順位につけているんじゃなかろうか、特に長崎は右肩上がりで、えー、ここまで勝ち上がってきました、本当最初はね、連敗スタートでこいつはマジいんじゃないかと思っていたんですけどもね、えー、なんとか踏みとどまり、そこから5試合ですかね、えー、負けなしというところですね。で、対する群馬ね、ね清水エスパルスを破って少し話題にも上がった群馬、まあまあ、ちょっと最近は毎年ね、えー、こう残留争いみたいな、 えー、ところに顔出してていた群馬にはなってきますけれどもしかし、今年は上位ということ大槻監督、ね、まあ、彼も、ね、僕はウラレッツが好きでずっと応援しているんですけれどもね、まあ、元ウラレッツの監督ではあるこの大槻さんがも、まあ、元ね自分がユース時代に、ね、これかかっていた選手を多く集めてウラレッツユースの選手結構今、群馬に、えー、多いんですけれどもねてのもあってやっぱこう自分のやりたいサッカー考えというのを知っている、ね、若手選手とかを集めているそんなイメージがありますけれど。 それがなんかうまくいってますよね、群馬ですけどさ、えー、そんな大月組長を率いる、えー、群馬、もう組長って感じもないですけどもね、えー、この群馬との試合、プレビューやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということで、捧げていきましょうかね。まずこちら、そ,その前にもう一個忘れていたそう。えー、サブチャンネルの方ではですけどもね、えー、J2 専門チャンネルもやっておりますんで、よかったら、えー、サブチャンネル、えー、J2 専門チャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょうかね、こちら。 群馬、長崎ということで現在、群馬勝ち点11で6位というのが群馬ですね。でえー、対するビファーレン、長崎が現在勝ち点が11.7位という成績で下に出しているのが直近5試合でございますけどもね、えー、群馬の直近5試合が3勝1分けの1敗ということでね、オフェンス陣が調子いいですね、えー、5試合中3試合で複数得点決めておりますね。えー、ジェフチーバーそしてエススパルス戦戦栃木戦と いうこと特に清水線に関して本当効率よく点を。 取っていきましたねこう相手があれ前がかりになっているところをしっかりひっくり返して少ない手数で決めきるみたいなまあ、これはやっぱ大槻監督らしいサッカーかなというのがありますがしかし、まあ一方で失点もね5試合中4試合でえ失点をしてしまっていて5試合中2試合かでえ複数失点をしておりますので守備のところは、ねえー、まだまだこれからね構築途中なのかなというのはえありますが、まあ、センターバックの、ね、シロア選手ね好きな選手個人的にはですけどね。ああいうエアパト みたいな選手僕は好き、空中戦強い選手、エアバトラーみたいな選手好きなんですけれどもね、まあ、そのシロワ選手も今、絶対的なレギュラー選手では、えー、なくなっていて、むしろベンチスタートの方が増えているんじゃなかろうか、まあ、昨年は本当に、ね、多く出番を得ていたんですけれどもね、そんなシロワ選手も今出ることは厳しい、そんな状況なのが群馬、本当センターバックのとこは、えー、争いが激しいチームでございますけれどもね、で、対する長崎ですけれどもね、5試合負けなし、直近5試合が、えー、5試合負けなしと、 いうことでね、まあ久本戦のね初勝利、今季初勝利か、そっからまあ、えー、調子が良くてまあ3連勝中ということ、やっぱりで、ね、逆に清水戦ですよね。清水戦で いればねもっと早く、ね、まあ、栃木戦も勝利みたいないい流れがあったのかもし、えー、れませんけれども逆に山形戦はね最高の、えー、勝ち方をしたからこそここから、えー、さらに乗っていくことができるんじゃな,、えー、なかろうかね群馬戦なども甲府戦が待っているんで、まあ割とね近い順位との、えー、対戦近い順位のクラブとの対戦がまあこの群馬甲府と、えー、続いていきますんでここと差をつけたいですね長崎からしたいですけどもねはいそしてこちら、えー、これが数字で見る両者と いうところで群馬の、まあ、数字で見ていくとやっぱシュート成功率高いんですよね。まあ、こうね群馬に関してもうずっとボールを持ち続けるみたいなサッカーじゃなくていかに効率よくね、えー、攻めていくかみたいなところ一1つ群馬テーマにあるんじゃなかろうかというところなんですけどシュート成功率も12.3%このチームねだから加藤選手いないんですよね。 昨年まで、ね、エース級の活躍を見せていた加藤選手が、えー、いなくなって、ね、大丈夫かと思っていたんですけれども、まあ、加藤純也選手ねいなくなってからもオフェンス面のデータはねこんだけ成功率が、えー、高い、まあ、チャンス構築率は少ないんですけれどもね、えー、逆にチャンス構築率は低いんだけれども少ないチャンスを、えー、決めきっているという分かりやすい特徴が出ておりますので、まあ、長崎からしたらですけれども、ね、もしかしたら長崎のがこうが1試合の中では、えー、90分間の中では得点シーンみたいな、えーまあ、チャンスシーンか得点シーンというか まあ、チャンスシーンというのは長崎の方が多いかもしれませんがしかし、まあ、もしかしたら群馬の方が手数少なくえ少ないチャンスを決めきるみたいなところ、えー、多いんじゃなかろうか、まあ、長崎もチャンス構築率が7位なんでこれ徐々に上がってますね本当最初の方はチャンス構築率、えー、全くだったんですけれども、ね、これも長崎、えー、上がってきておりますが、まあ、チャンスの数だけで、ね、そこは試合がもちろん、えー、決まるわけじゃないんで最後のところの勝負ですねそこで長崎が、えー、負けないかどうか本当そこは注目して見ていこうと思ってますけれどもね。はい そして次こちら、90分間換算の平均スタッツにはなってきますけど、一応こんな感じで出ておりますね。まあえー、群馬の良い数字で言うと、まあ、インターセプトの数が 2位なんでしっかりボールを奪うことができてインターセプトの数がやっぱり多いチームというのはやっぱり予測がうまいですよね、まあ、次の展開どこにパスが来るのかとかそこのまあ試合前の分析もそうですけどもねで見ていくと長崎は実は1位ということでこのインターセプトの、えー、数まあ、中盤に限らずですけれどもねまあえー、エリア別に見ていた時にどこでボール奪えるかとかっていうのはしっかり分析を両チームしていくと思いますんでそこはやっぱりね試合の中の流れと、えー、また別に試合の 前の準備段階でここからこういうパスが来るからそこでまあ奪ってチャンスにしていこうひっくり返していこうみたいなところは十分ね両チーム見てくるとえ思いますんでこのボールの奪い合いですねこれ結構面白いものがえ見れるんじゃないかインターセプトの後のカウンター発動ですねそこはちょっとまあ楽しみといったあれですけどこの両者のまあボール奪い合いのところはちょっと注目して見ていこうと思いますけれどもね。はい そしてこちら、えー、群馬、長崎ということですけれどもね、左に出しているのが、えー、前回両チームスターティングメンバーにはなってきます。まあ、畑尾選手、あのセットプレーの時の畑尾選手の、まあ、空中戦の、えー、強さですね、この選手は清水戦でも活躍してましたもんね、まあ、あのクロスとか、ね、フリーキックに対してお、外ファーサイドで待っていて、その折り返しのまあヘディングで入れていくみたいなのも、やっぱり一つ戦術としてありますんで、フリーキックとかコーナーキックの時は、この畑尾選手 を誰が、えー、見るかどうかこれちょっとねしっかり決めておきたいところとマークを、えー、しっかり見ておかないと旗尾選手がヘディングで直接決めることもあればその折り返しのヘディングのパスとかをですけれどもねヘディングでの折り返しを中で誰か合わせてくるというのもあるでしょうしねその辺はちょっと警戒ポイントには、えー、なってきますねで まあなんだかんだでこのチーム、本当とまとまってます、特に右サイド、佐藤亮ですね、えー、この選手、ギラバンツ北九州に昨年までいたんでね、ねまあ、この数年間のえ佐藤亮が出ていた試合というのは、全試合見てきたわけなんですけれどもね、ねまあ、エスパルス戦でも活躍しておりましたね、この佐藤選手、やっぱり左足の精度というのは相当高い選手にはえなってきますんで、この佐藤亮をどういうふうにえ抑えるか、まあ、長崎の選手であれば、この佐藤選手のまあいやらしさというか、怖さというのは十分理解をしている と思いまますんでねまあ佐藤選手、1つ注目点にはえなってきますしで中盤、天笠選手もですけれどもねこの選手がどちらかというとねまあゲームをコントロールするタイプの選手と僕はえ思っているんですけれどもねこの選手がいるだけで中盤だいぶ落ち着くというのがありますんでこの天笠選手、ね僕は匠っていう言葉がなんかえ合うのかなって感じはしておりますけれどもねでウラ列ユース出身でいうとやっぱ川上選手ですね、この選手僕はねユース時代から注目はしていたんですけれども。やねまあ 多分昨年は徳島にいたんですよ、徳島から、えー、群馬に来たと思うんですけれども、ね、縦の推進力というのが、本当すごいバネがある選手だなというのを感じておりますけれどもね,で、えー、平松ね、平松に関しては長崎のサポーターの方々、えー、よくご存知と思いますけれども、この平松がいて、そしてなんか覚醒の兆しがありますね、この長倉選手ですね、まあ、ドリブルうまいです、本当、アジティが高い選手にはなってきますんで、この長倉選手の推進力、これはちょっと要警戒ポイントには、えー、なってくるかもしれません。 ねだからトランジションのところをです、ね、ま攻、あ、守の,、まあの切り替えのタイミングで群馬がスイッチ入ったときに永倉選手の動き出しというのはよく見ておかないとまずいというところですよね。で、A、右の方はまあ校長 チーム同士の対決で書いてますけれどもねしかし、まあなんだかんだ長崎ね通算成績は相当いいんですよね。えー、長崎、群馬の通算成績が長崎からえ見たら14勝1分けの1敗ということなんで相当長崎は群馬にえ相性が良いというところまあ相性ってまあなんだかんだでサッカーって毎年ねこれチームはえー変わるわけなんで昨年度全く同じメンバーでねこれえ次のシーズンも臨むみたいなことないんですけれどもそれにしても14勝していますんで、まあ やっぱりイメージとしてはいいですよね、まあ、先入観、これよくねサッカーの OB 選手とかがよく言うんですけれども、ね、この通算成績とか、まあ、相性みたいなことは気にしますかみたいなところ、これま野球選手もそうらしいですけれどね、ねやっぱり気にはなるらしいですね、やっぱそこでちょっと考えすぎてしまうとか、ちょっとネガティブになる選手も一部いるみたいなところですよね、まあ、14勝、まあ、長瀬が勝っていますので、それが逆に自信になるみたいなところもあれば、群馬からするとですけれども、ね、ちょっと嫌だなっていうところもあるらしいですけれどもね。 でえー、長崎もそして5戦負けなし3連勝中というところで群馬のハードワークに関しては J2 屈指ですもんね、あのー、箱根駅伝とかね僕は大学駅伝が好きで見るんですけれどもねこのえ大学駅伝駒澤大学の,あの大八木監,、ね、監督の最後の劇がこう飛んでお前やれよ走れよみたいな走れよと言,言わないけどこう最後の劇があるじゃない箱根駅伝とかの時こう監督の車からですけれどねえー監督者からこう最後、劇を飛ばしてね 最後頑張らせるみたいな、えー、大谷監督の声があるんですけれどもね、まあ、それと大槻監督の声というのは割と僕は似ているんじゃないかとね、これ、監督の一言とか言葉がですけれどもね、えー、チームに一つブーストをもたらすみたいなところはあると思うんで、このハードワークはやっぱ群馬選手もちろんしてきますけれども、そこに監督の声のハードワークが、えー、乗っかったらちょっとね、群馬もう一回ピリッとしてね、そこから、えー、もう一エンジン入る可能性もありますんで、ほんとこの群馬のハードワークというのは、ベンチからもうそうですけれども、ちょっと警戒ポイント、警戒ポイント、 警戒とととかちょっと見ていてい僕はねね好きなんでですけども、ね、であと群馬、ね本当成長著しい名倉選手がいますんでこの選手、さっきも言いましたけどちょっとね、うん、覚醒するんじゃ、えー、なかろうか確かこの選手、東京都の南部かに似た選手ですよね、多分これ1年ぐらい前、いつだったかな、多分ねまあそんな時間は経っていないと思うんですけれどもねよく見つけてきたなという選手ですよね。 で長崎、トップした問題ということで、このトップしただけ長崎、なかなか定まらないんですよね、まあ他のポジションはだいぶ固まってきました、右、増山、左寄りだというのは、多分今後継続しそうですしね、であと変わればセンターワークのところが、ねえー、怪我人帰ってきたらどうなるかというところになってきますが、えー、やっぱトップしただけちょっとね、いい争いというかね、ねそれこそ横一線の感じ。 なんですかね多分本来であればファンマとエジカルジュニアの2トップで、ね、これ長崎は、えー、やりたかったと思うんですけれどもエジカルジュニア選手が、まあ、怪我とか懇中、えー、の問題でなかなか上がってこないというところで、まあ、トップ下というか2トップの威嚇みたいた1.5列目とか、えー、考えられますけれどもそこ、名倉選手がだから怪がをしてしまったんで、ねまあ、選択肢としては大竹選手、えー、もしくは澤田選手とか、まあ、この、ね、トップ下できる選手結構多いですからね長崎に関してはですけれどもね。まあ、トッププタイプの 選手は何人かいますんで、ね、トップ下とかツートップの威嚇みたいな考えも、えー、できますけれどもね、ここできる選手何人かいますんで、まあ、大竹選手だけじゃ、えー、なくて、この試合誰が入るか、それこそ、ね、トップ下澤田選手に、えー、して右に笠柳選手とか入れてもよろしいんじゃないかというところもありますんで、トップ下とか中盤の構成、並び、特に真ん中3枚ですね、えー、真ん中、トップ下両サイドハーフというのはどういうふうな、えー、メンバーで来るかどうかというところは、まあ、スタメンの段階ですまず注目のポイントにはなってきますね。 でえー、そして、これか、えーそうえーまあ、これで、ね、両チームともですけど本当両チームともですけども、ね、勝てば自動昇格争いを見えてくる5位と6位ということちょっとマチダゼルビアが抜けつつあるんですけれども、まあベルディも堅いし大分も、えーまあ、そんな連敗もしない感じが今年はしますんでということで考えるとやっぱり、ねうん、ここはしっかり勝っておかないと上との差が、えー、広がる可能性もあるしかし、まあ、逆に勝てばですけれども、ね、さっき言った長崎はここは群馬のあとは甲府戦もついていきます。 んで甲府と群馬、ここに2連勝することによって、上位争いというところ、まずプレーオフ争いというところになってくると思うんですけれどもね、まず本当、プレーオフ争いにしっかり食い込んだ上で、自動昇格争いというところも、腰を据えてじゃないですけれどもね、やれるんじゃなかろうかというところで、本当、この試合、しっかり勝ってほしいしそのためのキーマンは、やっぱりファンマ選手が3試合連続でえ決めることができるかどうか、本当、外国人選手って乗せればね、ずっとえ活躍するみたいなところもありますんで、まずこのファンマ選手が、長崎3連勝。 3連勝じゃないか3戦連発まあほんと4連勝に導くことができるかどうかというところはちょっと注目してみていこうと思ってますけどもねはいってことは以上になりますね以上プロプンテージェルサッカーチャンネルのツッツンでしよかったらチャンネル登録でございますさら。喜ぶよ